20年ぐらい実はほぼゲーム引退してて、触ってなかったんですけど、5年ほど前にちょっとご縁をいただいて e スポーツの仕事をするようになりまして、ああ今、e スポーツ関連の会社の代表をやってるんですけども、そのやり始めた時に、ちょっとまたやり始めて、毎年あのラスベガスであの格闘ゲームの世界で一番大きないろんな格闘ゲームの大会っていうのがあ,のあってですね、エボっていう大会があるんですけど、エボリューション のエボで、すねでそれにちょっと初めて行ってみたんですね。<laughs> で,で、まあ、いろんなゲームがある中の,、まあ、その古い「スーパーストリートファイター 2X」っていうのがあるんですけど、スト2シリーズの中でも、うん、あの一番人気のあるもの。で、それにちょっとエントリーして出てみたら優勝してしまってですね。うん、わあやっぱりすごい。<laughs> 2019年なんですけど、まあ、なので、えっとまあ、それが41歳の時 ですねなので14歳で日本一位 <laughs> 41歳で世界一位みたいな。<laughs> すごい <laughs>